皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回は漢字の穴埋め問題です。真ん中の四角に共通する漢字を入れて4つの二字熟語を完成させてください。問題は全部で10問あります。制限時間は30秒です。全問正解を目指して挑戦してみてくださいね。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは駅という漢字です。血液、樹液、液体、液晶となりますね。どうですか？時間内に分かりましたか？液晶とは固体と液体の中間にある状態の物質を言い、見かけ上は透明な少し粘性がある液体だそうですよ。2問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは儲けるという漢字です。施設、設置、設計となりました。この漢字には儲ける、備え付ける、しつらえるという意味がありますよ。3問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは縁という漢字です。出演、共演、演出、演目となりましたよ。この漢字は述べる、引き伸ばす、押し広める、説く、行う、習う、練習する、実習するなどの意味があるそうですよ。4問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは快という漢字でした。痛快、明快、快晴、快感となりますね。この漢字は心よい、気持ちが良い、喜ばしい、病気が治る、
早い、速やかにという意味があります。心よいとは心が良いということからできた言葉だそうですよ。5問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えはそうという漢字です。愛想、回想、想定、想像となりました。回想は心理学用語です。過去の出来事を思い出すことですね。6問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは早いという漢字です。もはや、焦燥、早計、早口となりました。7問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えはおという漢字です。語尾、交尾、尾行、尾根となりました。尾根は谷と谷に挟まれた山地の一番高い部分の連なりのことですね。8問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは線という漢字でした。回線、直線、線形、線路となりました。9問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは国という漢字でした。愛国、二国、国技、国立となります。それでは最後の問題です。
四角に入る漢字は何でしょう。終了です。答え合わせです。答えは守るという漢字でした。こもり、保守、守正、守備となります。守正とは敵の攻撃を防ぎ守る体制のことです。以上で問題は終了です。何問正解できましたか？今回の問題は知の種のホームページで無料プリントとして公開していますのでご利用くださいね。皆さんのコメントや高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。